Alright guys, Haikyuu to the Top, episode 17. We are gonna watch it right now. If you'd like to see full uncut and unedited reactions before they are uploaded to YouTube, then check my Patreon. The link will be down in the description. And let's go, let's head to the match. Nekoma is playing also. Nice. He would be here if he won. Why do they have headbands? Cats versus monkeys. Nanka areda na. Motto toude shite yo na. Shinkansen norite. Raine. Ah, kotoshi ka. Kotoshi no interhai tte doko dakke? Toku datta ra ouen iko ze. Sore na. Ari ne tte. Medatsu no kirai na kenma o toutou zenkoku made hippari dashi chatta na. どう見ても全国大会出場のスポーツマンには見えねえよな。Definitely not. ザスキワラセイ。見えねえ。What does? ザスキワラセイ。What does ザスキワラシ mean? バレエ始めた頃から中学まで、ケンマよく特別練習がきつかった日とか。試合の後とかに熱出してさ。He's just like me for real. でも全国って大舞台まで来たら、ちょっとはやっててよかったって思えるかな。But とかね。Yeah. 思うわけで。天馬の性格だぞ。本当に嫌ならさっさとやめてるだろう。ああ。天馬、寝る前のゲーム禁止っつってんだろう。睡眠の質が落ちるでしょうが。Is he his mother? 本気でやめたくなったらやめるけど、でも一応黒に申し訳ないってのはなくもなかったよね。何？俺だって人に気を使うこともあるよ。ああ、改めて言われると結構ショック。少しはあるってだけじゃん。Somewhat. そもそもバレエが嫌いなら続けてない。俺はたまたま続いてるだけ。続ける絶対的理由はないけど。やめる理由も別にない。どっちでもないは普通だよ。ごもっとも。冷静だな。難しい話すんな。汗かくとか息切れるとかは好きじゃないけど、けどレベル上げは嫌いじゃないし。Leveling up。あいつ体力ないけど変な粘りはあるよな。実際練習にはついてきてるわけだし、ちょいちょいうまくサボってるけど。前クロウが言ってたやつ思い出すわ。早起き事件。朝5時頃、寝坊常習の研磨の部屋にしょっちゅう電気がついてて、徹夜と思いきや午前2時に早起きしたんだってやつ。ゲームするために。徹夜したら親にゲーム捨てられるけど、早起きなら問題ねえだろって。でもカラスノと練習やるようになってからやる気出してるように見えるよな。He's being pushed by Hinata. カラスノのチビちゃんとよくつるんでるもんな。どう見ても真逆のタイプなのに。Wait, Power D, Stamina S, yeah, Technique C. That's right. チビちゃんからしても、ケンマは絶対に倒したい相手だろうし。ケンマは負けてもあんま気にしなさそうだから、倒しがいねえけどな。おい。にしてもレベル上げっていうのがケンマっぽいな。レベル上げやる。おお、やる。後輩の成長に思いを馳せてる場合じゃねえんだよ。ヤクン、情緒って知ってる？ハルコ、あと4日間、俺が一番目立つ。
Okay, they are winning by 2 points. But why do they have bandanas or not bandanas, headbands? Damn. サルカワ工業の獅子王監督は猫間高校猫又監督の推しですよね。固い守備は恩師譲りでしょうかね。What a long curly。なんか気持ち悪いな。サルカワ工業の方、最初からずっとあえて一発で決めようとしてない気がする。ん？なんで？っていうか、私からしたら十分狂気アタックなんだけど。もちろん決めてるとこは決めてるし、弱い攻撃ってわけじゃ全然ないよ。猫間だから拾えてるだけで。だからかはわかんないけど、猿川の方には決めるより猫間のリズムを崩そうって感じが強く見える。拾われたらダメじゃん。目的は多分セッターを走らせること。Oh, that's smart. Kenma doesn't have that much stamina, right? たとえ1セット目を犠牲にしても、ネコマのセッターに負荷をかけろ。Mm-hmm. おそらく、精神的に崩れるタイプではないが、疲れてくればボロが出るタイプ。削るべきは、メンタルよりフィジカル。まずはネコマの。Brain.脳を潰せ。Damn, what a smart strategy. Another flashback. No. I mean, I guess it's important for this match. 走るのは嫌い。でも走る時の景色と走りながら考えることはちょっと好き。パワーアップ。絶対登れるやつ。屋根の上には宝箱。ああ、根性。なおい、お前遅いな。周回遅れだぞ。根性を見せろ。ナイスレシーブ。ザ・エーパス。さすが猫待たせ。座りたい。いいパス。いいパス。I don't get it. Yamamoto is just a beast.クロウさんの身内だろうと容赦はしねえぜ。クロが知り合いとか何の関係があんのさ。それにただの対人パスじゃん。気合入らねえ顔して、声も小さいし、その割にそこそこうめえのがムカつく。くらえ。ナイス。Can you spike? Oh, faint. おお、気合入ってんな。お前、少しは強調する努力しなさいよ。向こうが先に仕掛けてきた。愛想振りまけとは言わんけども、同級生なんて特にこれから長い付き合いなんだからさ。うん。今日から新チームということで、まだ慣れませんが、明日も気合い入れていきましょう。お疲れでした。おお、山本、まだ走んのか。うっす、お疲れっす。ナイス山本、やりすぎ禁止な。うっす。Is he gonna injure himself? Like maybe he's doing way too much. こんにちは。ありがとうございました。さあ、おい、コズメ、ナイストスだったな。
うん、安定して打ちやすかったな。初練習試合なのにな。あと劣勢で2ぶっこんでくる度胸な。次もその調子で頼むぞ。The replay。貴重な練習試合デビューで。But。アウト、ネットを連発。Yeah, okay。極めつけに。クロウさんに体当たり。No way。山本、まあ練習試合だし、あんなもんだ。Is Kenma going to tell him something? Like, he keeps staring at him. He looks bothered by something. Oh, by this, okay. Ah, Yamamoto-kun. Motto kata no chikara toka o nuita ra ii in janai. Omae mitei ni ka yo. Doryoku shite kita koto o hakki shiyou to shite.どうやって簡単に力抜けんだ。とにかく根性が足りなかったんだ俺には。根性とか大雑把なのじゃなく、もっと具体的な反省をした方がいいと思う。 Damn. So straightforward. ボールバックは見すぎた。相手の挑発に乗った。難しいボールを決めに行き過ぎた。分かってんのになんで根性で片付けんの。やりすぎの走り込みとかウェイトトレーニングは努力じゃなくて自己満足だよ。お前はどうだよ。燃えるボール何本もあったよな。だけど His face 疲れてたし。止めるか。反省会じゃなくただの喧嘩になってきた。まだほっとけ。ただの喧嘩も大事だろ。根性なしは根性について語るな。根性根性うるさい。アバウトだよ。体力が1残るわけでもあるまいし。わけわかんないこと言うな。そんなにクリアできるゲームもできない。ゲームと何の関係だろうが。クロ、ライト、no. やりすぎ、ドストエフスキー。はぁ、はぁ、お前、なに、はぁ、ごめん。福永すげえ。モップ持ってこないとな。何笑ってやがる。福永君って面白いよね。ああ、何の騒ぎだ。こんな大声出したの久しぶり。He dyed his hair. Damn, Kenma was really trying to keep up with him. What is this guy? This feeling? Is it motivation or determination? Not this guy. He really hates losing. You can see it. Yeah. Left. Kenma! Sabon じゃねえ。腕2メートルくらい伸びればいいのに。だがやはり根性なし。ナイス。向こうの一番ブロック意識してきてる。そろそろフェイント挟んでくると思うし。Come on, say something to him. 敵じゃなくてよかった。おお。That's fire. Oi, Kenma. Tora to yonde iizo. Nakama wa sou yobu. Nice. Yobanai to dame. He's coming in with the bucket. Tora.
Damn. 強固な守備を削って行けば。脆いセッターが顔を出す。No. Yeah, I think.エーパスに甘やかされたセッターを潰せ。 Damn. Okay, Nekoma doesn't even have like another good setter, right? They only have Kenma. Or I think I haven't seen other setter playing in Nekoma. So yeah. Okay.That was it, guys, for Haikyuu to the Top episode 17. If you like this reaction, then press the like and subscribe button. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, that's it. See you guys in the next episode. Mattane.